どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は特別レッスン動画となります。めちゃくちゃ皆さんの演奏がかっこよく、もうかなりの勢いでランクアップする、めちゃくちゃかっこいい技を紹介します。その技とはドン、ハンマリングオンとプリングオフという、まあこれ2つセットで考えていただくといいと思うんですけれども、このね徹底解説動画今日アップロードしようと思います。さあ皆さん、この動画もしかしてこれ初めて見てくださる方いるかもしれません。ウクレレで音楽室で歌うっていうのも最高に楽しくて、しかも簡単です。もし興味ある方、ここに行ってこの動画のリンク先行ってもらって、どんどんやってみてください。誰でもすぐできますからね。はい、そういうわけで今回はちょっとある程度弾ける人が対象になっておりますので、そこを確認ください。ある程度弾けるっていうのは、例えばアルペジオとか8ビート、これ以上の方なんで、これはですねもう今日からすぐ使える、もう本当にねかっちょいいやつですから、ぜひ皆さんちょっと今日はじっくり時間かけて見てくださいね。どんなやつかちょっとね、一番わかりやすいお題の曲があります。あのエイトさんの香水のあそこで出てくるんですよ、ハンマリングオンとプリングオフって。ちょっとやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー、わかった。今このデレレンって言ったじゃないですか、これがハンマリングオンとプリングオフです。もう一回、こんな感じ、ダララン、ダララン、ダンダン。これちょっとした 小技なんですけど、これねめちゃかっこいいんですよ。今ちょっとさらっと16ビートで弾いてみますよ。なんかかっこよくない？ダララン、ダララン。こういうのをハンマリングオンとプリングオフ、一瞬ですけどこれ入れるだけでね、もう音楽の表現力というか、こうゆるさがね、こうゆるさっていうのがしなやかに次につながる感じっていうか、それが表現できると思います。これは今日徹底解説してまいります。ちなみにこのハンマリングオンとプリングオフ、まずハンマリングオンっていうのは、この左コードを押さえる左手の指をハンマーだと思うわけですよ。ハンマー、ハンマーみたいに弦があるでしょ、弦にこう叩きつけて音出すんですね。ほら、例えば今1弦の3フレットを叩きつけようとしていますけど、ほら何にも右手触ってないでしょ。こうやってストーンと叩きつけるだけでも弦の音ってかろうじて鳴るんですよね。でプリングオフっていうのは、この押さえてる指をプリングオフ、引っ張ってオフするから引っ張って音を出すやつで、ハンマリングオンはトーンと叩きつける、プリングオフはパーンと引っ張って音を鳴らす。はい。これセットで使うといいんですけど、エレキギターなんかではこの技を使って、こういう技があります。ほら、右手何も使ってないでしょ。これ、ハンマリングオンってパーンと叩きつけて引っ張り下げる。はい。ハンマリングオン、ハンマーみたいにボーンとオンして、プリングっていうのを引っ張るから、引っ張ってオフする。これの繰り返しなんですね。なんかすごいでしょ、こんなの。これを右手で、あえてわざとやると、なんかこんなフレーズもまあ一応できるはできるんですけど、今回はそのウクレレの中の演奏の弾き語りの中で、入れるちょっとしたこの小技なんですけど、説明していきたいと思います。これはですね、まずその今やったみたいにフレーズの中でこういうのもあるんですけど、一回それ置いといてください。これはまあソロ、ギターソロとかでよく使われる技なんですけど、今回はそういう弾き語りということで、まずね、ガズレレ、これ今ご覧くださってるのは、ガズレレのことをある程度分かってくださってる方ということなんで、今日はですね、ガズレレ必須コードの中でこれを解説していく、徹底解説動画、やっていきたいと思います。実はですね、このハンマリングオンとプリングオフを練習するために、私がですね、今日作詞作曲してますんで、この作詞作曲した曲で練習すればもうバッチリです皆さん。はい、ガズレレ必須コードっていうのはですね、ウクレレ始めた人に一番最初に覚えてもらいたい初心者コード、入門コードのグループなんですよ。それをね、いつもガズレレではこのご紹介してるんですけど、このガズレレ必須コード、10個あります。はい、この10個のコードめちゃくちゃ分かりやすく解説してるのがここに貼っときますんで、ちょっとこれ一応確認ね、ここ行ってみてもらいたいんですけど、これね10個コードがあるんですけど、1個ずつ見たら入門コードですからめっちゃ簡単ですよ。ただ10個いっぺんに覚えるっていうのは結構キーポイントなんで、さっきの動画でマスターしてください。その一個ずつそれを解説していきます。じゃあまず C なんですけど、ちょっとこれ見てください。通常の C のところに赤いボタンが書いてあります。これはコードネームで言うと C+4 なんですけど、C を押さえといて、ここの部分をハンマーのように叩いて、プリングオフで離す。これが C の時、いいんじゃないかというおすすめの場所です。あ、今日ちなみに言っとくんですけど、ガズが、今おすすめする赤い点は、ハンマリングオンとプリングオフをするおすすめの点なんですけど、ここは別に、ここだけじゃなくてもいいんですよ。例えば C であれば、どこでも、
あなたが合うと思えばいいんですよ。 C 今やるとこんな風に使いたいんですけど、今は、1弦の2フレットだったんですけど、この例えば3弦の2フレットでもかっこよくできます。これでもいいわけですよ。4弦の2フレットでもというふうにいろいろできるんですけど、今回ガズが独断と偏見で今日のとりあえず練習課題としてこの位置赤い点してます。これはどのコードもそうです。まあ一応これでやってみてください。なんで C の時は C 流しといて、 B を弾いといて、ハンマーのようにストンと叩いてボーンと引っ張る、ハンマーのようにストンと叩いてチョーンと引っ張り下げる。これね、 C の時はここ、はい。じゃあこれどういう風に使っていくか、考えてみましょう。まずじゃあ、どうしようかな。アルペジオからやってみましょうか。せーの。テン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 、チャララタンタンタン。かっこいいでしょ。テン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 。ここです、これ。これ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 。これ。もう一回。せーの。タンタンタン、これね、右手普通の時と変わんないですよ。じゃあ、それプリングオフとハンマリングオンとプリングオフを入れずにやりますよ。そうするとこうです。せーの、今入れてないですよ。これ入れてないでしょ。テン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 、はい、じゃあ入れます。次はい、つまりこれね、このハンマリングオンとプリングオフのところ、本来だったら1弦を弾く場所なんですけど、ここのポイントのところにこのタラランって入れるのがかっこいいかなと。こんな感じで進めていこうと思います。これ、じゃあ8ビートだとどうなるか。いきますよ。せーの。ダンダッタラランダンダッカ。これもタララン。はい。これが入っています。じゃあ16ビートだとどうなるかっていうと、こう動きが出るでしょ、コードに。はい、これで何でもみたいな感じでやるわけですよ。これはね、はい、とにかく今の基本、もう一回戻ると、2弦の0フレットと1フレットを、最初2弦の0フレット開放弦を弾いてるわけよ。 C が伸びてる時にこんな感じ、はい、このハンマリングオンとプリングオフ、これをセットで考えてみましょう。これね、ちょっとまず C でこれね、まず練習した方がいいと思うんですよね。なんで、8ビートでちょっとだけやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、ダララン、ダンダン、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 ダン。叩きつけて引っ張る。なんとなく掴み取れますかね。はい、こんな感じで全部のガズレリースごと今から解説していきます。はい、次はじゃあ Am いきます。 Am もさっきも言ったんですけど、この赤いところじゃなくてもいいですけど、今日はこれをやりますということで、今度は1弦の2フレット Am 押さえたまんまにして、1弦の2フレットこうパンパンタラランタララン、はい、 Am はここのポイント。これね、今日10個出てくるんで、ひとまずどんどんやっちゃいますね。次 F です。 F はどこに行こうかというと、 F を押さえたまんま2弦の3フレットがいいんじゃないかなというふうに思います。これね、もちろん1弦の3フレットとかいろいろいい場所があるんですけど、今回はってことですね。何回も言いますけど、はい、F の時は今回は2弦の3フレットでやってみます。そうするとこうなります。わかる？んでんでだれんだららんだららんですよ。 F が押さえたまんま、はい。じゃあ次 G7。 G7 はこれ前のおなじみ G7 サスポーの位置ですね。 G7 サスポーっていうのは1弦の3フレット、ここですね。ここと、ここで小指でこうスタンポーンとこれハンマーでオフやるわけですよ。こんな感じ、これ小指ってちょっと他の弦に比べて力がないんでね、ここちょっとまあ、
タラランタラランはい、G7 はこの1弦の3フレットでやってみようと思います。はい、次どんどんいきます。Dm も1弦の3フレットに今回はしましょう。Dm1 弦の3フレット。今回はですよ。はい、いきます。はい、かっこいいね。これも小指ですね、1弦の。Dm を押さえたまんま1弦の3フレット。タララン、タララン。叩きつけて引っ張る。はい、リズムの中にぴったりこれ合わせないとね、やっぱりちょっと気持ち悪いんで、このタイミングを合わせて、このストンパンってこう叩いて引っ張り下げる、これがキーポイントになる。はい、次どんどんいきます。 D7 は今度2弦の3フレットにあえてしてみましょうということです。いってみます。 D7 はここだから、ここですね、ここ。 D7 押さえたままここですね。せーの。これも小指になるんで、ちょっとね、ストーンと思いっきり力入れられないんですけど、まあ雰囲気。ちょっと。はい、D7。はい、お次は E7 いきましょう。この辺のね、E7 と Em7 はちょっとね、なかなか難しいところがあるんですけど、一応やってみると、E7 も1弦の3フレットで今回やってみると思います。そうするとこうなります。これも小指ですね、小指。はい、はい、次 Em7 も同じように1弦の3フレットがいいかなと思います。やってみましょう。同じですね、 E7 の時とだけど、ちょっと余裕がある人はこれ1弦の5フレット使うとかっこいいですよ。指の配置変わりますけど、 Em7 の場合ね、これもいいでしょ。これはちょっと高難度なんで、やっぱりまあ1弦の3フレットでいいと思うね。はい、Em7。 はい、じゃあ次はですね、 A7 いきます。 A7 は今度はね、 A7 のとこ押さえておいて、2弦の3フレットがまあいいと思いますね。はい、じゃあやってみましょう。これは薬指なんで、ストーンとこう叩きつけられるんですね。はい、2弦の3フレットと0フレット。こんな感じですね。はい、じゃあ次 C7。 C7 は面白いですよね。普通の C のところを叩いて引っ張る、これがいいと思います。タランデン、ここですね。はい、このコード今10個今ざっと説明したんですけど、これをまず場所を覚えてもらって練習してもらう。まずはだから8ビートがやりやすいと思うんですよね。アルペジオだとちょっと弾く弦が普通の通常のアルペジオとちょっと変わるっていうか、このハンマリングオンとプリングオフをやるところの弦にちょっと変わっちゃうんで、8ビートでやるのが逆に簡単かもしれないというふうに思います。はい、そしてですね、今日はですね、このハンマリングオンとプリングオフを練習するためにガズがですね、オリジナルソングを書き下ろしました。はい、この曲を使ってちょっと練習しようと思うんですけど、ちょっと今ね、弾いてみましょう。まず聞いてみないことにね。で、今日これ、この1曲の中に短い曲ですけど、ガズレレ必須コード全部出てきますので、さっき説明した赤い点のところ、ハンマリングオンとプリングオフを全部に混ぜてやってみようと思います。その曲名のタイトル言います。ハンマリングオンとプリングオフの歌。はい、書いたのはガズでございます。じゃあやってみましょう。1、2、3、4。結構滑らか。今の歌なしでやりますよ。せーの。
こんな感じになります。今やったこの曲ですね、ノートに楽譜書いたんですよ。今から皆さんにシェアしようと思うんですけど、これ、ガズクラブ。今ね、このガズクラブというサービスがあるんですけど、ここでもシェアします。このガズクラブっていうのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲、もうそれのね、ノート楽譜を毎月5曲見る、毎月ダウンロードでできて練習できるよという画期的なサービスがあるんですけど、そこの中でね、この楽譜のダウンロードをできるようにしとくと思う、今これ映そうと思うんですけど、あとこれ、ガズレレ大学っていうのやってんですよ。ガズレレ大学っていうのはちょっとね、リズムを深めるお勉強。これね、今日のね、ハンマリングオンとプリングオフ、ガズレレ大学でも定期的にこれはね、もうバンバン取り入れてね、もう本当に あっちはもうお勉強のスペースなんで、ガズクラブとガズレレ大学、この詳細、まず概要欄にね、それぞれリンク貼っておきますんで、ぜひご覧になってください。はい、そういうわけでこれちょっと今映しますわ。はい、今日のね、ノートはこんな感じ。ほら、ハンマリングオンとプリングオフってことなんですけど、はい、見て。ハンマリングオンとは、はい、左指をハンマーのようにして弦を叩いて音を出す。はい、プリングオフは、コードを押さえている左指を、引っ張って、はい、引っ掛くようにして音を出す。これがセットでね、使うといいぞということでございます。で、さっき説明したのがこれですね。これ、はい。C と、こんなふうにこれ、ガズレレ必須コード10個あるんですけど、ここにも書いてあるけど、この赤い、ポイントは、他にもかっこいい場所たくさんあるので、皆さんそれぞれね、ちょっといろいろ探してみているのもいいかもしれないです。はい。なんで、まあ、今日のところはこの赤い点で、ガズはそのハンマリングオンとプリングオフをやって、プリングオフをやってみますよということで、はい。今やった曲、これです。はい。ガズオリジナルソング練習曲。曲のタイトル、いいですよね、これ。ハンマリングオンとプリングオフの歌。まさに。歌詞が熱いです。よく見てください、皆さん。はい。ハンマリングオン。指を叩きつけろ。君の熱い思い、音に叩きつけろ。素晴らしい、いい歌詞です。プリングオフ。弦を引っ張ってゴー。気持ち乗っけて行こう。今すぐほら、レッツゴー。ここはね、ゴーで韻を踏んでますからね。で、二つセットで毎日練習だということで、こういう風になってます。で、これ、今8ビートのチャンでやったんですけど、ここに書いてある、いろんな弾き方でやるといいよということで、今からね、いくつかのバージョンで弾いてみようと思います。はい。じゃあやってみましょう。どんどんやってみましょう。これはもう慣れが必要ですから。今のテンポ早かったら、ゆっくりでもいいですよ。ちょっとじゃあ、アルペジオでやってみようかな。アルペジオちょっと難易度高いかもしれないですけど、やってみます。はい、いきます。1、2、3、4。はー、またバラードっぽくなって、これもいいですよね。あ、気持ちがいい。こういうね、バラードでやっても気持ち。ガズピージョでもこんな感じで。ハーマリンオン、指を叩きつけろ、君の熱い想い、音に叩きつけろ、感じいいですね。で、さっきはだから8ビートやったから、今度は16ビートでやってみましょう。これ16ビートもね、めちゃくちゃかっこよくなるんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ハンマリンオン、指を叩きつけろ、君の熱い想い、踊り叩きつけろ、
次はボサノバビート、ちょっと難しいですけどやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ハーマイオン、指を叩きつけろ、君の熱い想い、踊り叩きつけろ、ガズが作詞作曲したハンマーリングオンとプリングオフの歌、いろんな弾き方でちょっとやってみたんですけどね、これまずゆっくりですねやってみてもらって、まあもうそれぞれでねできる弾き方からでいいですよ。はい、これちょっとやってもらうと分かるんですけどね、このタラランの時のテンポがすごく難しいんですよ。ゆっくりやる方が逆に難しいかもしれません。なんでタラランタラランこうほんとそよ風がふわっと吹いたみたいな感じで、でこれやってる方もめちゃくちゃできるようになると気持ちいいし、聴いてる方もなんかこうクッションが一個で挟まったようにこうふんわり感が出せると思うんで、表現力が一気にねドーンと高まると思います。なんでこれはですね、でも急にうまいことできないと思うんで、やっぱりちょっとここぞというところに曲の中で一回入れるとか、そんなので、これ今みたいに毎回入れなくていいですかね。これ練習として入れてるわけでございますから、コード、いろんな曲の中の A メロから B メロに変わるところで入れるとか、ちょっとそんなのがいい。最初にもちょっと言いましたけど、エイトさんの香水のあのフレーズ。このしれっとこうシャラッと入ってくるのもまたかっこいいんでね、ちょっと表現力の一個、表現方法の一個として、こういうのを練習しとくとですね、いろんなコードでこうテレレンテレレンってこうね、ちょっと味のあるワンフレーズになるかなというふうに思います。このね、歌を歌いながらこれをやるっていうところのこのね、価値が、これがまた面白いところでございますので、皆さんが今練習している曲の中で一箇所二箇所ここぞっていうところを決めてやるのが最初おすすめですね。はい、今日はですねちょっとお勉強の動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。これ皆さんの今やってる音楽にちょっとこうねスパイスをかけるっていうかね、こう輝きがキラッとこう増すかなという感じでね、効果絶大だと思いますよ。練習してやってみてください。さあ、この音楽をね自分でやる楽しみ、これめちゃくちゃ楽しいですよね。はい、今度ねこの楽しみを周りの方にもぜひお伝えください。その時にですね、今ご覧くださってるガゼレレ YouTube チャンネル、ぜひご活用いただければと思います。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしてお知らせなんですけど、はい、こちらです。これガズの初めてウクレレということで、昨年の12月にリリースしたウクレレなんですけど、これはね最初の一本の初めての一本にもうふさわしいし、これウクレレあなたも初めてよ、これ楽しいよというプレゼントにも最適というリーズナブルで、音もお求めやすくてかつ音も良くて弾きやすいというガズがプロデュースしている、この初めてウクレレか、あとこっちのいつもこれを使ってます、ガズのわがままウクレレ、はい、この辺のことぜひこちらの方でチェックしておいてください。ここにリンク貼っておきますけど、ウクレレの情報はこちらのリンク先もうチェックお願いします。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう1個の街みたいなイメージ、ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね信号機みたいな、赤青黄色みたいな、このねこのね楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでねまあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単で分かりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフもうさらにね輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネルぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。